はい、皆さんこんにちは。今回はバラバラ事件は同じ組織犯行についてです。バラバラ事件は遺体を分割して遺棄する事件ですが、日本で過去はたくさん起きている事件です。なぜバラバラ事件は起きるのでしょうか。何が目的なのか考えてみました。一件例を挙げます。福岡 BOC バラバラ事件とは、1994年平成6年3月3日に発覚した事件です。1994年3月3日午前、熊本県のパーキングエリアのゴミ箱から切断された人間の左腕を清掃業の女性が発見しました。その他、遺体の部位をこの地図に印ある場所に分散して遺棄した事件です。バラバラ事件の特徴として、遺体を分散して遺棄します。こちらが被害者の女性です。血が抜かれ、胸もえぐられたとあり、大変残虐な事件です。説明記事に戻ります。 JR 熊本駅で発見された胴体には、乳房や内臓などをえぐり取るなど激しい損壊が加えられておりとあり、同じ出口で複数のバラバラ事件が起きています。また犯人が本を出していることも特徴としてあります。このように捕まってから本を出しています。猟奇的事件は犯人がよく本を出します。こちらは2009年11月6日に発覚した島根女子大生バラバラ事件の記事です。同じ記事の一部です。一方の胴体は四肢がなく一部が焼けていた、両胸がえぐり取られたほか内臓もなくなっていたと書かれています。遺体の状況が福岡事件と酷似しています。渋谷区短大生バラバラ事件は、2007年1月3日に東京都渋谷区で発生した事件。兄が妹を丸買いしたことが判明した。この事件も被害者は胸をえぐり取られています。手口が一致します。福岡美容師バラバラ事件に戻りますが、手口が類似するので同一組織である可能性があります。そして福岡事件の犯人はこの女性一人、バラバラ事件は犯人がいつも一人です。島根女子大生バラバラ事件では、矢野義晴、事件当時33歳が犯人とされましたが、事件直後に亡くなっていました。本当に犯人か疑わしい結果でした。目黒区バラバラ事件がありました。2016年9月20日、東京都目黒区の会社員中本しおりさん、当時24歳が行方不明で発覚した事件です。これが犯人とされている佐賀慶太郎です。バラバラ事件は犯人はいつも一人です。佐賀容疑者は遺体をバラバラにして利根川や荒川、自宅の排水溝などに捨てたと供述しています。バラバラ事件の特徴として遺体を分散遺棄しますが、これは特定の部位がないことを隠すことができます。見つかってない部位はまだどこかに捨てられているだろうと思わせることができます。こちらは福岡 BOC バラバラ事件の記事です。左下を拡大します。心臓をはじめ内臓の類は一切なくと記事にあります。内臓が取られているということで、臓器が目的の事件である可能性があります。こちらは島根女子大生バラバラ事件の記事です。記事に内臓もなくなっていた捜査関係者とあります。島根女子大生バラバラ事件でも被害者は内臓がなくなっていました。臓器目的だった可能性があります。遺体をバラバラにして分散遺棄することにより、臓器目的だったことを隠蔽できます。逆に臓器だけがない遺体だったら分かってしまいます。何らかの工作が必要なんでしょう。犯人一人がバラバラにして遺棄する理由は何でしょうか。遺体を切断するには大変な労力が必要です。血液や体液が大量に出ますので、警察に捕まる証拠になってしまうと恐れるはずです。ルミノール反応などはよく知られた知識です。どんなに綺麗に血痕を洗っても、ルミノールを血痕の場所に振りかけると見えなかったはずの血痕が青白く浮かび上がると言われています。事件を起こしてしまった犯人は、遺体を解体処理すれば捕まる可能性が高くなると恐れるはずです。バラバラにした遺体をいろいろな場所に投棄すれば見つかる機会が多くなるため、一人の犯人ならば何度も投棄する分散遺棄はやりたくないはずです。バラバラ事件は全て同一組織が起こしている可能性があります。これが本当であれば、事件の被害者だけでなく冤罪の被害者も作り続けていて、二重の罪がある大変な事実です。神戸市女児遺棄事件がありました。
2014年9月に兵庫県神戸市の小学校1年生の女児が行方不明になった事件です。この事件もバラバラ事件でしたが、遺体が入ったビニール袋から一緒に犯人の診察券が入っていて発覚した奇妙な事件です。報道されている場面ですが、診察券の件が出ています。私にはわざと入れてあったようにしか思えませんでした。これが犯人ですが、単独で誰にも見られずに誘拐してバラバラにした遺体を遺棄したが、一緒に自分の名札である診察券を入れていたことは不自然です。本当にそこまで知能が低いならば、そもそもここまでの事件を一人で起こせないと思います。本当の犯人が、こいつが犯人ですと言ってるように見えます。続きまして、私が気づくきっかけになった島根女子大生事件の検証をお聞きください。島根女子大生事件ということで、2009年、平成21年11月6日に発覚した事件ということで、で、一度2016年12月に、まあ、犯人が捕まったことになっておりますが、私はこの特定された人物は犯人ではないと考えておりました。したがってこの事件は未解決事件になります。でその理由についてお伝えいたします。で NG ワード等ありますので、その部分についての文章等で補足させていただきますよ。まず類似した事件がありまして、そちらですね、未解決事件になっております。これ新聞の切り抜きなんですけど、32歳会社員がまた被害者でおりまして、福岡市西区の能古島の海岸で、切断されたということで、で一部が、見つかった、事件ということで、会社員諸賀玲子さんという方ですね、おりまして、こちらの事件になります。で時系列なんですけど、でまたこの島根女子大生事件と酷似しておりまして、遺体が分散遺棄されております。2010年3月5日、会社を退社しまして、翌日ゴルフコンペに参加する予定だったが、集合時間になっても姿を見せず、さらに翌日に上司が警察に行方不明を届けまして、で2010年3月14日、まあ、遺体の一部が能古島で発見されまして発覚した事件です。また新聞の一部なんですけど、博多湾に、人の頭部ということで、また遺体の一部が見つかりまして、島根女子大生と同じような、バラバラということで、福岡市中央区、人の頭部が浮かんでるのを発見ということで、で、この事件はですね、福岡 OL 事件、島根女子大生事件ということで、類似する内容がたくさんございまして、まず発覚した時期、福岡 OL の事件は、2010年3月14日、まあ、遺体の一部が発見されまして、で島根女子大生事件は2009年11月6日、島根女子大生事件が発覚してから4ヶ月後に福岡 OL 事件がありまして、時期が、まあ近いですね。同じような時期に、起きております。続いて、まあ、島根女子大生有名なこのバラバラということで、でこの福岡の事件の方もこちらですね、福岡女性、これちらもバラバラなんですね。これ週刊誌の一部なんですが、で事件の内容も、類似しております。でまあ福岡の方もですね、このように分散して、最初この能古島で発見されたんですけど、残りのそれぞれの部位が各所で発見されております。でまた類似する点として、被害者は共に若い女性です。こちら島根の方で、こちらが福岡の方の方です。
で、またさらに次、類似する点としては、起きた、発覚した場所ですね。こちらですね、広島県と島根県の県境の、この我流山というところで、最初にこの、一部が発見されました、島根女子大生事件です。で、もう一つ4ヶ月後に起きました、福岡OL の方は、この能古島ですね、この場所ですね。ここで一部が発見されまして、日本全体で考えますと、大変近いような場所で連続して発生した事件です。で、続きまして、こちらの島根の方の新聞の一部なんですけど、2009年11月16日と、血のついた袋発見ということで遺体現場近く、被害者の平岡美子さんという方だったんですけど、現場近くで血のついた袋が見つかっていたということで、袋を使っていたんですね、遺体処理 で。もう一つ、福岡ウェルの方、これまた新聞の一部なんですけど、協定上に発見された、部位なんですけど、ビニール袋に入った、ということで、こちらも袋を使っているんですね。その道具も、使った道具も同じだということで、この点も類似します。続きまして、こちら島根の方、また新聞の一部なんですけど、顔に複数殴打痕ということで、生前殴られた跡があったということで、で、こちら島根の事件なんですが、もう一つ福岡の事件の方ですね、こちらまた新聞なんですけど、背後から殴打ということで、後頭部に複数の日々と、大変痛々しいところではありますが、諸賀さんですね、諸賀玲子さんという方が被害者なんですけど、諸賀さんが何者かに背後から殴打されてと、このですね、複数の日々があったということで、生前に殴られた跡があるということも一致しております。以上のように両方の事件は、大変類似しまして、同じ点がたくさんあります。そうしますと、同じ手口だったり、で同じ場所、似たような場所で同じ時期にありまして、でそういうことを考えますと、同じ犯人だったり、もしくは同じ犯行グループの可能性があります。しかし、それには一切触れられておりません。同じような大事件が、わずか4ヶ月の間に連続して起きている、いて、また場所も近いということで、ただ両方が関係があるということは絶対に触れないんですね。それぞれ個別の事件として、処理されております。で、また別な疑惑としまして、似たような大事件でしたけど、福岡OL事件の方はあまり報道されてないんですね。私も当時知りませんでした。皆さんも知らない方多いんじゃないでしょうか。しかし島根の方はですね、私関東におりましたが、当時大きく報道されておりました。この際ですね、この違いも疑惑があります。両方とも大変類似する似たような事件です。同じく、もし同じく報道されますと、これ同じやつがやったんじゃないかと、いうふうに思われてしまうので、それを避けるためだったんじゃないかと、そういう疑いがあります。で、また先ほど説明しました、ウィキペディアの方に島根女子大生事件の方が載ってるんですけど、もう一つ福岡の事件の方は、ウィキペディアに載ってないんですね。これ、で、載ってなかったので、自分は、なるべく、公正な観点を期しまして、一度、この福岡OL事件の方をウィキペディアに書き込んだんですけど、すぐ削除されてしまいました。載せてはいけない何かがあるということが分かりました。同じ検索しまして、似たような事件だということで、これは同じやつがやったんじゃないかと、そういう、認識が広まるのを、恐れていた。そうさせないために載せることができなかったんじゃないかと、そのように考えておりまして、まず一つの疑惑ですね、大変類似した事件があるということで、お伝えいたします。
続きまして、次の疑問なんですけど、マシマネ事件の犯人が特定された時期についてですね。2016年の12月に突然犯人が、まあ、特定された報道がありまして、でこの人物が、犯人ということされたんですが、すでに事故死しておりまして、でこの事件が、まあ、2016年12月ですね、この報道がなされまして、この時期についてなんですけど、この1ヶ月前11月に、まあ、私はちょっと仕事の関係でこちらの方に来ておりまして、で誘拐されたというこの場所を動画に上げまして、これが、その動画なんですけど、まあこの時まだ解決してないので、この看板も現地にありまして、この、誘拐された場所を私は動画に上げまして、でこの動画に上げてから翌12月に、今まで7年間捕まってなかった犯人ですね、突然先ほどですね、矢野義治さんという、まあ、矢野義治容疑者が、犯人されたということで、まあ、犯人になりまして、解決されたことになりました。で、このですね、動画、真相を探る者に対抗するかのように、まあ急遽事件を収束させた容疑が、疑問があります。この私が動画を上げて、すぐ、まあ捕まったところが、自分は大変不思議でした。で、この捕まった矢野容疑者ですね、当時の新聞、33歳ということで、まあ、新聞にも書かれてました通り、2人の交友関係は確認されてないと。まあ、ここの誘拐された場所なんですけど、まあ、新聞に出てました通り、平岡さんが、アルバイトですね、夢タウンというアルバイトから、帰ってくるルート上なんですね。高速道路の高架下の部分なんですけど、ちょうどこれ地図に私図をルートを落としたところなんですけど、上に、夢タウンがありまして、帰宅ルートで、下がこの大学なんですが、この高速道路の下の高架下で靴が発見されたんで、まあ、ここで誘拐されたということになっておりますが、車で待ち伏せてたということで、平岡さんの事情をよく知る者の犯、まあ、犯行なんですね。ここ寂しい場所で、車もあまり通らない場所なんですが、時間帯、平岡さんが帰ってくる時間帯や、この帰宅ルートを、まあ、アルバイトの場、夢タウンでアルバイトしてるということも、知ってる者でなければ、ここで待ち伏せすることはできないんですが、二人の交友関係が確認されてないというにもかかわらず、この人物が、まあ、突然、書類送検されていて、で、しかも、まあ、当の昔に亡くなってたと、この大変不可解なところも疑問になりまして、この犯人は、まあ、犯人とされた人物は、本当の犯人ではないと考えられます。以上の点から、まあ、ですね、福岡事件と同じ、犯行グループか、もしくは犯人が、まあ、別にいまして、まだ捕まっていないというように、考えております。で、警察が対応できない犯人がいるというですね、大変恐ろしい疑いということで、まだ未解決であるところを、まあ、収束させられておりますところで、まあ、我々も、対岸の火事ではなく危険な状態であるということを、自分はちょっとお知らせしたいと思います。で10年、経っておりますが、未解決事件ということで、
ちょっと問題提起させていただきたいと思います。今回の件は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。島根女子大生事件の検証は以上です。バラバラ事件を行う組織があったとして、そんな大それた組織が日本のどこに隠れているのかと思われることでしょう。報道メディアも味方につけて、日本で長期暗躍できる組織はほんのわずかです。在日米軍基地とその関連施設は面積を合わせると東京都23区よりも大きいそうです。ここであれば治外法権で日本の警察は手出しできず、捕まりません。大きなアジトも確保できます。ここに出入りできる組織である可能性があります。私は2016年11月17日に島根女子大生が誘拐された現場に行き動画に上げました。誘拐された現場は以前から怪しいと思っていました。犯人は被害者と面識がないという設定ですが、この誘拐場所は人気がなく数時間誰も通らない場合があります。ここで見張っていて誘拐したことは不自然です。私が動画に上げた翌月12月に犯人が特定されました。私が誘拐現場に行ったことに反応したように感じました。これは2016年12月17日の記事です。私が現場に行った動画を上げてから大きな転換を見せたことは本当の犯人がいる状況証拠ではないかと思います。足利事件も冤罪が確定しています。しかし真犯人を捜査しているように見えません。この巨大組織について皆様と考えたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。失礼します。